ただいま朝の5時半です。今日はとあるまだ真っ暗ですね。今日はとあるところにサッカーをしにこんな朝早く向かっていきたいと思います。今朝の6時半です。本日参加する草サッカーのチーム名はコンテナシティっていうんですけど、代表の総さんという方を待っているので後で紹介いたします。しっかりアップするからね、ここの軍団。こんな感じでいつも入念にアップをしてから試合に入ってます。よいしょ。いかつい。ナイボやった
うまい。えぐい。
ポイントまんま。家出た。VR よ、あるよ。いや、ゴリゴリ。おー、ナイボー。うまい。あら。今の。終わった、終わりです。青2位っすか。2位青、1位。ん、いや1位俺らっす。1位俺らっす。もうね、トラックしてから反転できる。高いだ。あー1位だ。ご機嫌斜めだわ。ゆうさん、コンテナについて。え、コンテナになんか。それはもうそうくんの人柄でこんだけ人集まってますからね。そうですよね、本当に。あの、うまい、うまいメンバーか、うまくてサッカー好きで寝坊しない人が。あと年取ると動けないですなんか足先で止めるんだって。母子球。あー、ちゃんと当たるとね、ちゃんと綺麗に当たると。なるほど、うまっ。これをこう、なんていうの、点で止めるときと面で止める、こう使い分ける。あー、このときと普通にこれを使い分ける。なるほど、うまい。基本的にサイドにいると回転かかったボール来るから、うん、面だとやっぱちゃんと引かなきゃダメ。あー、足をですね。はいはいはい。だけどこれだとその動作が全くいらなくて、これを速いボールとかだと、あの狭いとこで速いボール入った時にこれで殺す、ね。うん、なるほど。ハーフターンでもこれが面だと結構難しくて弾いちゃう。確か、あ、分かる、うわ、分かるっすわ、今の分かるっすわ。面だとさ、確かになります、なります。これを、あの、あ、俺それあったわ。音なんない。うまっ。そういうこと。あ、今のめっちゃ分かったっす。ターンの時そうっすね。これを面でやるとやっぱ弾いちゃうんだけど、今みたいにここの母子球に当てると、確かに、ここなくて、この引く動作がいらなくて、もう当てるだけでボール死ぬっていう。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。 この汗サッカーの代表者の蒼さんです。青柳と申します。あれですか、あのコンテナに入る資格は、資格サッカーが大好き、うん、サッカーがある程度できる、うん、寝坊しない、うん、その3つぐらいですか。いや、ね、結構違いますね。まずサッカーがうまい、はい、足元の技術が確かである、はい、ハードワークできる、はい、人としてまとも、面白い、はい、OK です。イケメン以上。ブスは入りますね。たまにあのケイスケっていうブスのやつ。だそうなんで、あの、
入りたい方、いい選手募集してるんで連絡ください。週3で活動してます。お待ちしてます。またお願いします。ありがとうございました。